沖縄県那覇市の首里城で正殿など6棟が全焼した火災から今日で2年となりました。沖縄県には9月末の時点で53億円を超える寄付が集まっていて、再建に活用されます。正殿の再建は来年始まり、2026年までに復元する予定です。正殿にはこれまで景観上の理由などで設置されていなかったスプリンクラーが備え付けられ、城郭の外から水を送るパイプが埋設される方針です。